暴虐の嵐は突然消滅した。曹操、花公園らの攻勢を受け洛陽を追われた董卓。彼は新たな都長安で呂布の裏切りに遭い銃殺された。天下は一時平穏を取り戻すが、支配者を失い再び揺れ動く。世をまとめる英雄はいずこにありや。東軍の大使となった曹操も未だ軍友の一人に過ぎなかった。そんな中、黄巾の残党が各地で息を吹き返す。ついには青州から流れた黄巾兵が遠州の志士を殺害するに至る。董卓との戦で名を挙げた曹操は要請を受け遠州に向かった。てめえら、ここは俺らの縄張りだ。何してやがる。虎狩りだ。おいおい、何追っかけられてんだ。せめえ、わしが崩してやる。あいつらだ。いいか、必ず痛みつけろよ。てけ、一般の恩があるとはいえ守りがいのねえやつら。面白い旦那だ。敵は黄巾の残党、名だたる称号を受けなさい。ですが兵の数、その精強さ、あなたに堅いか。虎狩りに出ていれば虎以上の大物にあった。モード、お前の盛り上げ通り腕と心意気は保証する。よかろう、わしの親衛隊とする。わしにいきなり親衛隊に。え、いいんですか。加工トンの推挙に間違いはあるまい。めちゃくちゃな大将だ。そういう時は器がでけえって言うんだよ。行くぞティーン。大将、じゃねえ。わしが敵を引きつけ、お主の来るがいい。Thank you.
殺すやつ見たことねえ。これじゃ手を出せねえぞ。貴様らはなぜ戦う？亡き聴覚のためか、間質打倒のためか。生きてくためにここに来たんじゃ。あれ果てた大地じゃ暮らせねえ。お前にわしらの気持ちがわかるもんか。やめるだよ。おめえらが苦しいのはわかるだども。人の歯だけを取ったら今度は取られた人が苦しむだけだぞ。おめえなるほど、答えは単純であったわ。この乱はあるべき場所にあるべき者がおらぬゆえか。黄金の残党よ、そして虎のごとき大男よ、わしと共に来い。望みを叶えてやろう。